重大発表。ハローテニスファン、小野田道久です。ハローテニスファン、プロデューサーの佐久間です。ということで、本日はタイトルの通り、重大発表の動画となっております。重大発表。前提をお話しさせていただくと、視聴者の皆様に何かお得なキャンペーンだとか、この大会見に来てくださいとか、この商品おすすめですよとか、そういう動画ではちょっとなくてですね、ちょっとチャンネルとして大きくステップアップというか、一個我々が実現したいことに向けて近づけたというところに対する報告なので、若干少し一方的かもしれないのですが、我々実はぜひこう一緒にチャンネルを育ててきてくださった視聴者の方とですね、ちょっと今回の取り組みについてぜひ共有をさせていただいて、どういうつもりで事業を作っているかというところをちょっとご説明させていただくお時間を頂戴できたらと思っております。小野さん、はい、重大発表いきます。はい、我々スターテニスアカデミーは2024年度より日本最大級のテニススクール株式会社テニスラウンジさんと事業提携をすることになりました。事業提携、わかります。はい、順を追ってお話ししていきたいと思うんですが、その前にご紹介させていただきます。テニスラウンジの代表取締役社長でいらっしゃいます江口夏樹社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、テニスラウンジの江口です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、よろしくお願いします。江口さん、なんと39歳、若い。30代で巨大テニススクールを束ねる社長、すごい。僕よりだいぶ年下ですからね。ギリギリ30歳です。はい、もともとテニススクールのコーチだったということで、ね、すごいですね。だいぶ出世されましたね。もともとはコーチで入られたっていう、はい、そうですね、もうアルバイトから、はい、させていただいてるので。じゃあ今はもうオンコートはやってないですもんね、社長業は、ね、最近そうですね、できなくなっちゃいましたね。本当は現場で、はい、現場大好きです。現場大好き。はい、どういうプレイヤーなんですか。いやー、本当はボレーとかが好きなんですけど、そんな上手じゃない感じ。もう教えていただきたいぐらいですね。リコに勝てそうですか。いい勝負はできると思います。じゃあ次、まあ、それはできる。そうですね、はい、あんまり変なこと言えない。ということで、今日は名古屋にありますテニスラウンジさんのオフィスの一角にですね、あと YouTube 用の撮影スタジオがあるということで、そちらからお届けしております。はい、ここですね、はい、こちらですね。なぜ撮影スタジオがあるのでしょう。はい、はい、テニスラウンジですね、パコチャンネルという、はい、YouTube チャンネルがありまして、試合の動画だったりとか、トーク動画だったりとか、いろんなことをさせていただいているような、はい、感じです。半万人も登録者いらっしゃるということで、多いですね。いや、非常に YouTube にも力を入れているテニススクールさんでいらっしゃるということです。はい、事業提携の内容を今後これからご説明していくんですが、前提としてはスタテニの何か皆様にご提供しているサービスが変わるわけでは、ございません。今 YouTube の方でだいたい月15本から20本ぐらいですね、レッスン番組や、ゲストのプロいらっしゃっていただいて対決企画をやったりだとか、オンラインサロン的な有料の、我々のレッスン動画アプリの方、チームスタテニの方も引き続き運営していきますし、去年から取り組んでいきます公式戦のライブ配信だったり、本格的な試合の配信もスタテニでは引き続き続けていくので、今回の事業提携は単純にパワーアップするだけと、はい、それを踏まえた上でテニスラウンジさんとの事業提携を説明していきますと、はい、まずテニスラウンジさんはですね、北海道から沖縄まで関西東海地方を中心にですね、全国に57校展開される日本最大級のテニススクールグループです。57校ってことは西日本を中心にってことですよね。名古屋がもともと本社であるありますので、はい、中部地区を、はい、中心とさせていただいております。はい、北海道にもありますし、はい、沖縄港もありますね。で、今年福岡にも新しく展望というところで、関東圏にも、埼玉県に3校、ございまして、北から南まで、多くの、地区にですね、店舗を持たれているということで、はい、スクールの会員数がですね、なんと2万5000人。2万5000人、去
巨大グループでいらっしゃいますと。創業35周年、まあ、そんな巨大テニススクールグループと我々が何をするのかと言いますと、テニスラウンジ2万5000人の会員様全員が使えるレッスン動画配信サービスを提供しまして、オンラインとリアルが融合した次世代のテニススクールの実現を目指します。選挙見たくなってきました目指しましょう。目指します、はい、片手にとテニスラウンジさんで1個の新しい、動画配信サービスを作っていくと。簡単にご説明しますと、テニスラウンジに、通っていらっしゃるスクール生の方2万5000人の方はテニス、まあ、スクールに、入ると、まあ、同時に、その、動画配信サービス、まあ、動画配信アプリに、あのスマホアプリも含めて、なんですけども、ご提供しますと、まあ、小野田プロ、高尾プロ、杉山愛プロ、ご出演のもと、テニススラウンジさんの、コーチと、いろいろ相談しながら、スクール生に合った動画を、コンテンツを、なんでソフトと、配信のそのアプリだったり、サイトっていうハードを、まあ、両方を我々が、ご協力して作らせていただくと。我々 の、 あの有料レッスンサービスであるあのチームスタテニの、動画の方の、一部も、ティニスラウンジオンデマンドさんの方にコンテンツを提供していくと。スクールに通わない日も、はい、レッスンだったり、コーチと、コミュニケーションが取れるような、ツールを開発していって、まあ、ここが、まあ、いわゆるちょっと次世代のテニススクールを目指していくというところが事業提携の、柱でございます。はい、週1、うん、まあ、テニスされる方いらっしゃいますけども、毎日毎日やるの難しいですから、まあ、この動画をこう見てもらって毎日こう勉強しているような感覚になってくれれば、それがステップアップにつながるのかなっていう感じは思いますけどね。はい、あの会員さんに対してもやっぱりこうテニスに触れる機会っていうのが、まあ、1日でも増えるのは我々としても嬉しいですし、まあ、やっぱり時間って限られてるので、まあ、この本当は聞きたかったけどとか、そういった時も あそこにあるから見てみようとか、まあ、そういったあのどうしてもレッスンプラスアルファの部分でこういったサービスがあると非常に喜んでいただけるんじゃないかなと、はい、思っております。 YouTube でもいいんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、今回こうやって一緒にサービスを作ることで、コーチもあの同じいわゆるアプリの動画を見ていていたりだとか、あとそのスクールのクールのそのレッスンテーマに合わせて一緒にコンテンツを開発していくっていうことで、あのコーチとあのその動画に出てくる、まあ、プロのコーチが意思疎通ができた上でコンテンツが提供されているので、あの一種その濃いレッスンがあのそのオンライン上でもオフラインのそのリアルな現場でもできるんじゃないかなというふうに、思っております。はい、あの本当にお客さん、まあ、会員さんですねがあのテニスを通じてコミュニケーションの一つとして、はい、あれ見たとか、まあ、そういうふうになっていただけると、またそれはそれで、あのテニスラウンジって社交場っていう意味があるんですけど、はい、和気あいあいと、はい、これも一つのネタにしていただけたら嬉しいなと、はい、思っております。はい、大体の方が同じコーチにずっとあのその同じ、同じコーチに習う、同じコーチに習うっていう形だと思うんですけども、そこに、まあ、プロの意見だったり他のテニスラウンジのコーチの方の、意見が動画を通じて入ってくることで、これなんかあのどっちが正しいかみたいな話ではなくて、いろんな多分正解があるのがテニスだと思うんですよね。はい、いろんな人の考えを聞ける機会っていうのが提供できるっていうところがいいのではないかと。はい、やっぱりテニススクールに通っている方が大半ですので、まあ、そこのサービスを我々が向上していければさらにこうテニス界が盛り上がるのではないかと思っております。で我々もそのテニスラウンジさんと今あのこうやって、まあ、結構がっぷり四つになって、はい、一歩新しいサービスをって思ってますが、まあ、その思いの背景はテニスラウンジさんとも一致していて、やっぱりテニススクールをいかに盛り上げていくかとか、うん、新しい形をこの、 あのオンライン全盛になった時に探っていかなければなかなかやっぱりテニス業界全体が盛り上がらないのではないかというところで、そこに対してあの我々もちょっと魅力ながら、まあ、研究と、はい、あの一緒に新しいサービス作るっていうところの仲間に入れていただけないかなと、はい、ちょっと江口さんのお力借りながら、はい、ちょっと一緒に、サービス作っていければと思います。はい、いうところで、まだまだ事業提携の枠組みに、続きございまして、なんとですね小野田プロがですね、テニスラウンジさんの所属プロになります。よろしくお願いします。
大野さん所属ってつくのいつ以来ですか。現役の頃以来じゃないですかね、はい、まあ、その間ちょっとあのサラリーマン時代が僕あるんですけども、はい、でもほとんど所属ついたのって20代中盤の、まあ、プロ生活ぐらいの時だけだったのでほとんどないです。あのウェアにパッチがつきますというところと、あとはテニスラウンジさんの主に関東圏の店舗でですね、小野さんへのゲストレッスン、あのゆずさん入っていただくと。いいんですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのイベント的にというよりかは、はい、あの結構定期的に、定期的に、あの、まあ、もう、まあ、毎月とか、はい、まあ、本当月2回とかそういう形で、あの定期的にテニスラウンジに小野さんも通っていただくと。はい、はい、通います。であと PR 隊長、PR 隊長頑張ります。やっていただくということで、はい、盛り上げていきます、はい、スクール生の方とコミュニケーションを取れる機会ができたっていうのも、うん、いいことかもしれないですね。そうですね、僕もともとはそのジュニアを教える機会がすごい多かったので、一般の方を教える時ってあんまりなかったんですけども、まあ、現場の声をしっかり聞いて、まあ、我々もね動画撮影でより良いものを作っていけるように、あの頑張っていこうかなと。ということで、おさん、私は思うのです。今回のスタテニとテニスラウンジさんとの取り組みで、はい、スタテニは第4章に突入したなと、まあ、第1章が、はい、まあ、いわゆる、まあ、メディアを立ち上げるということで、うん、テニス専門の、まあ、YouTube メディアを立ち上げるということを1年目2年目でやって、はい、で2年目から第2章で、有料のオンラインテニススクール、うん、まあ、アプリを作ったりとか、レッスン番組を数多く有料で配信していくということをやりまして、はい、で去年第3章で公式戦の、まあ、全日本をはじめとする公式戦のライブ配信や、あの東レさんとかあ の、まあ、国際大会とのタイアップをやったりとか、はい、まあ、観戦するとか足を運ぶみたいなところにも、我々の事業を広げていきまして、そして第4章テニススクールという、まあ、日本のテニス市場の軸となっている、場所で、我々一緒に、まあ、皆さんとプレーしたりだとか、はい、より充実なあの活動をできたらと、はい、ということで第4章でこれにて完結と。完結もう完結、まだまだ続いて、まだ始まったばかりと、はい、いうことで、まあ、ちょっとあの皆様のおかげで微力で、まあ、一歩ずつではあるんですが、自分たちにできることをメディアとして増やしていきたいと思っておりますので、はい、小野さんよりちょっと頑張らないと我々はいけないですね。まあ、過去を振り返ると、はい、まあ、ここまで来たかという思いもあるので、これからが、まあ、新たなスタートを切るという意味ではしっかりやっていきたいなというふうに思います。新しい取り組みをこれからスタテニはどんどんしていきたいと思いますので、これから視聴者の皆様引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。江口さん、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。します。今度ちょっとライブ配信であの、はい、対決企画を。そうですね、はい、ぜひちょっとそれまでに、はい、体を上げておかないと、はい、まあ、ベースコーチですからね、まあ、ちょっと、まあ、大丈夫でしょう。佐久間が叶うわけはないはず。いやー、ここ見たいですね、大会。いやー、ちょっと、いや、いい勝負だ。社長業に今からやりますよ。そうそうですね、今がそこでやりますか。コートありますか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。